1980年のコース1980年のルマン24時間レースは48回目のルマン24時間レースとして1980年6月14日から6月15日にかけてフランスルマンのサルトサーキットで行われた燃料タンクが120リットル以下に制限されピットでの燃料補給が50リットルんでしかできない装置が導入された すなわち1回のピットインで2分以上かかり、燃費の悪いターボ車に不利なルールであった。予選と決勝は、同一エンジンで走行しなければならないルールであった。ため、エンジン封印が施された。ルマン24時間レースでは初めてコンピュータによる自動掲示が導入された。ポルシェワークスは、ニューマシン開発を優先して、ポルシェ924カレラ GT のみの参戦となった。 ポルシェジン人エースのジャッキー X は、ラインホルトヨーストと組んで、ポルシェ908、80という寄せ集めのマシンで出場、ポルシェ936と同じ2.1リットルターボエンジンを積んでいたとはいえ戦闘力は高くなかった。地元ルマンに生まれて、ルマン24時間レースで高成績を上げるを夢見てきた、ジャンロンドーは1976年に初出場。 1979年には3位を獲得するに至っていたが、1980年には、フォードコスワース DFV エンジンを積んだロンド M379 バイトを3台用意し、1台は、アンリ・ペスカロロ、ジャン・ラニョッティ組の15号車、チームオーナー自らドライブするジャン・ロンドー、ジャン・ピエール・ジョシソ組の16号車、ゴードン・スパイス、フィリップ・マルタン。 ジャンミシェル・マルタン組の17号車で出場した。松田は予選も通過できなかった1979年の集大を通じ、マシンの性能以前にそもそもレースに臨む体制の重要性を痛感し、継続的な参戦を模索するため欠場した。ドームは1979年型を改良したドーム RL80 で参戦した。鈴鹿サーキットや 中山サーキットでテストを重ね、万全の体制で臨んだ。トランスミッションの修理やブレーキの部品交換、等レースを想定したピット作業の訓練を行い、ピットストップに必要な時間を割り出し、それに基づいてレースの走行パターンを作成した。それによれば3分50秒で周回し、24時間で20回のピットストップで走れば、 走行距離は 4909km となり、ワークスのポルシェ936には及ばないが、ポルシェ935を上回る可能性があるという予測になった。スポンサーの関係で1台に集中することとし、クリス・クラフト、ボブ・エヴァンス組が乗った。トムスが初めての参戦をした。車両はドームが設計したドームセリカターボで、 ドイツのシュニッツァーが 560PS までチューニングしたトヨタ 18RG ターボエンジンを搭載してエントリーしドームと一緒にルマン入りしたので合計30名のツアーが組まれた公式予選の前日は公開練習日となり公式予選は1日だけとなった公開練習日も公式予選も雨であった有力候補は同じエンジンを使うロンドーでありドームへの期待は高く クリスクラフトは10回出場した中で一番ポテンシャルが高い車両に乗れるということで優勝も狙えるとものすごい張り切りようであった。公開練習日は雨でレインタイヤで走ったドームはユノディエールでタイヤがパンクしてストップ工具を持ったメカニックが対応しタイヤとリムの相性が悪いことが分かった。公式予選もドームはミスファイアを繰り返し 暗くなる直前にやっと治って雨も上がっていたため、スリックタイヤで走り3分49秒8をマーク。これはトップと5秒差であり、完全なドライでない点を考慮すれば上位を狙える位置であった。予選順位について、黒井久氏は3分49秒8を出した時点で、最高速度時速 340km と並んで、トップタイムで、 これに驚愕した名門チームが続々とタイムアタック、したがタイムはあまり伸びず4位になったにもかかわらず、コンピュータによる自動刑事への不審から有力チームがクレームをつけ6位にされてしまい、さらにスタート時にはなぜか7位からのスタートにされていたという。トムスのセリカはギア比が全く合っておらず、参加65台中62位で予選落ちした。55台が出走した。 決勝も雨であった。ドームはスタート直後の2周目からギアが入らず次第にペースを落として4周目にピットイン。トラブルはディファレンシャルにまで及んでいたため、トランスミッションの完全なオーバーホールをすることになり、3時間12分かかって再開となり上位入賞の希望は完全に立たれた。その後3分45秒から3分49秒と、 当初の想定より速いペースで走れたものの燃料の供給がスムーズで、なくなり予定より、ピットインの間隔を短くせざるを得ず、順位は上がらなかった。ポルシェ935やポルシェ908、80がトップに立つもトラブルで交代、ロンドン M379 が上位に出た。25台が完走した。ジャンロンドン、ジャンピエール助走組のロンド M379。 16号車が24時間で 4608.020km を平均速度時速 192.000km で走って優勝。ジャンロンドーは自らの名を冠した自動車でルマン24時間レースを制した唯一の人物となった。また小さなコンストラクターがルマンを制した数少ない例でもある。ジャッキー・イクス・ラインホルトヨースト組のポルシェ908。 80,9号車は2位。ポルシェ924カレラ GT は4号車が6位、2号車が12位、3号車が13位で完走を果たした。ドームは多くのトラブルに見舞われたが、致命的なトラブルはなく24時間走り続けて、トップの70%以上となる246周を走り、最下位の25位ながら、日本車では初めてとなる正式な完走を果たし、 さらに最も優秀なサポートチームに与えられる、イートクラ賞を獲得した。予選決勝を通じて、ラップタイムでも最高速度でも、最速の部類に属しており、林ミノルは納得できる成績を残すために、必要なのは、経験だけだと考え、次年の参戦を決めた。ありがとうございます。